スモールフォワード佐渡原涼、シューティングガード川島隼人、相馬拓也。そういうところで13番ディクソン・ジュリア・タリキが戻ってきました。長崎と契約をして長崎に復帰というご覧のロスターが入ってきて、ファウルありませんでした。アウトナンバーですよ。逆に FE 名古屋、今チャンスです。5対4の状況、そして早めにこの有利な状況を使ってジョーンズ打ってきました。スリーポイントもらって、佐渡原のハンドオフパス、一貫のロール使ってオマラから佐渡原自ら行く、持ってきましたね。外国籍選手にも、当たり負けない。ブランコにフリートップですから、ここは狙って、止まりました。そしてオーナースリバウンド、セカンドアタックです。笹山からここで仕掛けていって、オールスターダイブする。アーロン・ヘンリー、アーロン・ヘンリーも速い、打ち落とした。ここはしかし名古屋に出ました。笹山、この時点選手のフローター、これが代名詞のフローターです。いずれもまだワンポゼッション差ある。ノーリックのパス、そしてスリーポイント、ここで決まった。連続ポイントですね。ここから川島、どこから仕掛けていくか。笹山が見ています。ここはスリーポイント、ノーカウントですね。見ながら一気に行きましたが、落ちて、こちらも速い笹山、パーティンのついていますが、お構いなく打った。小原がリバウンド、この地帯スリップしてオマラがもらってゴールしたランプ。ここミスマッチうまくついてきましたよ。さらに馬場です。馬場、オマラとスイッチしていますが、ノールックのパス、アラヤの右45度、スリーポイントアラヤ。川島にインクく、ここでマットボンで一直線に仕掛けていって、体を当てながら決める。長崎してるようになった。しかしオマラがダンク。アラヤに戻っていますが、アラヤが打った。決めてきました。アラヤスリーポイント。佐野原がもうここまで来ています。オマラとゴール下やり合っていますが、ゴール下勝負する。エノワ。スティールは不発でしたが、こう狙っていった笹山。ここからディープスリー。決めた笹山。狙い撃ち、ついています。パスもらってゴール下、オマラが使いたいランク。ここでゴール下オマラです。残り10秒、5連勝まであとわずか、勝利目前の FE 名古屋、このままゲームが終わるようです。2秒、1秒、ブザータイムアップ。